はい、秋に肥料やるでしょ、はい、そうすると冬の間に肥料が効いて木が活動するじゃん、はい、そうすると木質部と皮の間に形成層って水分と養分を送る層があるわけ、はい、これが木が冬の間活動してるとこれが凍るとパンクしちゃうわけ、はい、それは幹が割れちゃうわけ、はい、と木が衰弱して枯れたり枝が枯れたり木が枯れたりしちゃうわけ、はい、だから肥料はあんまり秋口にいっぱいやるとそういう障害が出るから、はい、できたら2月の末から3月頃に肥料をやるわけ、そうすると今度効いてくるのが暖かくなるから効いてくるから、はい、そうすると葉っぱの色が良くて花の色がいいのが咲くわけ、じゃあ最初にあげるときっていうのは少しずつあげる流れになるんですかね。そうね、2月の末から3月にかけてやれば、はい、もうその肥料が、効いてくる頃にはもうそんなに寒い時ないから、そういえば幹が割れたりなんかしないわけ、はい、だから寒さに向かうときには肥料はやらないと。それはサツキに限って、まあ他のもんもそういうこと言えるんだけど、サツキはなおさら皮が薄いからこう右が割れちゃうことが多いんだな、はい、じゃあ今もお兄さんのところだといくつかなんかそう割れちゃったのはあるんですか。ないよ、だからそれはやっぱり経験でやるわけだから、はい、じゃあ結構管理するのはサツキの場合は難しいんですね。まあ慣れればみんな同じなんだけど、やっぱりその木その木のなんていうかな、あれを、ノウハウをそうですね、マスターすることだよね。勉強になります。お兄さん、そこにある一列はサツキなんですよね。ここにあるのは、こういうのは、はい、こことこう大きい枝切ってるんでしょ。あ、はい、割れちゃう。やっぱ切っちゃうとこう焼けちゃうんですね。焼けるのが出ちゃうとね。だからサツキっていうのはさっき言ったように、はい、皮が薄いから焼けやすいんだよ。でもっと障害が出ちゃうのはこういうのなんですけど、これ枝を切った結果ですか。いやー、どうにかな。でも病気ではないんですよね、だからうちのは今は養分がほとんどないでしょ、はい、あ、ないです ね、 ね、うん、だからこれで今度2月の終わりから3月初め頃になったら肥料をやるわけ、はい、そうするとこの葉っぱの色が新芽が出てからさつきっての花が咲くから、はい、新芽の色が良くないと肥料が効いてないと黄色っぽい葉っぱになっちゃうわけ。肥料は何のやっぱり あんまり強い肥料は根が細いから、はい、から出たね、じゃあ化成肥料とかなんですかね、基本は、油かすでいいんじゃない。あ、油かすで、あとはこういうふうなのを取ってて、はい、あっちにもあるしここにもあるし、はい、だからそれで鉢を準備した方がいいですよと、ただ準備した方がいいですよって言うのもそうですね、これを消してた方がいいし、はい、まあ、こういった素敵な鉢もありますね。で、木を作るときには何も決まるね、はい、この大きさだとこれがなってたわけ、はい、すごいですね、バランスがやっぱり、だけど、はい、最低でもこのぐらいの高さがないとこれだけの実がなるんだから、はい、これが18センチぐらいね、はい、で測るときにはしばつきって粘りが、はい、粘りから測るわけね、はい、
通はね、はい、一般的には芝付きっつって粘りから何センチって測るわけ。はい、35センチぐらいね。あ、だからまあこれだけの実がなる場合には、はい、そのぐらいの背丈がないとちょっと無理、あのバランス的にね。うん、ほら最低でも6センチぐらいあるから、こういう風になった時に、はい、バランスがねそうですねえ、でもある程度あの保つんですかね、木のところにくっついてるんですかね、これ。いや、時期になれば落っこっちゃう。あ、やっぱ落っこっちゃうんですね。この中に実が入ってて、はい、でその実が一番発芽率がいい時期になると自然に木が落とす。うーん、でこれはカリンっていうのは、はい、のど飴とかいろんなのあるでしょ、カリン、はい、でこれ匂いして、ああいい香りですね。なんかお風呂に入れたいぐらいですねだから自動車の中に入れておくといい。ああ、そうですね。だからみんな同じでしょ、みんなこうやって回ってるでしょ。綺麗な、本当に細根がたくさんありますねほんとに根を見ることによって仕事をやってるかやってないかが、うん、仕事をやってないかやってないかだけじゃなくて、はい、やっぱりちゃんとした用土を使ってやってるかなってことが分かる。この間動画で撮ったでしょ、はい、土を振る大変なのよ、ちゃんとした土を作るには、うん、すごくスペインの方とか海外の方が、うん、本当に土ありがとうございますっていうコメントが多かったですね。でね、土はね、はい、外国の人はね、うん、自分の国の土を使えばいいわけ。うん、何も日本からね、赤玉取り寄せることなんかないのよ。はい、で自分が住んでるそこの土が一番そのなんとかね、気候風土に合ってるわけ。うん、だからあくまでも私がやってるのは、まあ、これ東京に近い関東の平野部のなんていうかな、基本にやってるから、はい、あのいろんな人が見てるかもしれないけど、うん、そこの地元の土を使ってただ水はけだけ考えてね、はい、あの地元の土を使ってやってもお花が一番いいわけ。うん、1年でこうなっちゃうね。すごい旺盛ですね。だけどこうじゃなかったら木が活動してないわけです。なんか成長がなんか早そうですね、花輪については。え、なんか花輪はなんか太りが早そうな感じが。うん、まあどっちかったらね。うん、これはあくまでも私のやり方だから、はい、あとはお客さんが自分がそれを応用してやっていただいたらいいんだよね。はい、
もうなんかまた歯が切れなくなっちゃいそうですね。歯がね、どう切ったね、歯が切れないんだけど、根っこ切るハサミほど切らないとダメな、って言ってましたよね、お兄さんね。根っこ切るのに切れる刃物切んないと、はい、根っこのいいのが出ない。はい、ね、